四式二十センメートル分身砲。四式二十センメートル分身砲。四式十センチ分身砲とは、大日本帝国陸軍が1944年、後期2604年に正式化し、第二次世界大戦末期に使用した、合計2 0 3ト、mm、ルの粉身砲である。妖刀の戦いや沖縄戦で使用され、簡易な作りで的に、大きな被害を与えられることから、 本土決戦の切り札としても期待されていた。陸軍では昭和18年1943年7月に中迫撃砲以上の通過が困難な地形における吸収兵器として噴身砲の研究を開始した。砲弾は第7陸軍技術研究所が7月に試作した20センチメートル噴身流弾を使用発射機は 船舶搭載用と合わせて設計を開始した。発射機は高射角、低射角の2種類を試作して射程を比較することとし、8月に大阪陸軍造兵省に試作注文した。9月には、粉身榴弾の秘匿名称として、ロダンという名称が与えられ、開発中の発射機の名称も、姿勢 20cm ロダン発射機、I 型と変更した。同時に、船、 採用のものは通型として陸上用と区別された。試験は10月より開始し、発射機として高射角のものを採用することが決定した。さらに操作を容易にするために装填板を廃止し、揚げ蓋式に改め、方針の接続はネジ式とする等の改修を行った。12月に修正機能の高担試験と射標の編算試験を実施し、実用性が十分であると認められた。 また同時に実施された方針を接続しない、単方針の状態での試験では、粉子炎により水平器や、照準メガネを破損するなど影響が大きく、また打災が困難であることから不採用とした。昭和19年、1944年1月に、陸軍野戦砲兵学校に試験を委託し、実用に適するとの判決を得た。なお、ロダン発射機なる名称では、 舞台編成に不都合であることから名称を、粉心法に改め、本法を以後、姿勢4式20センチメートル噴心法と、呼称することとなった。この後若干の修正を加え、2月21日に、陸軍研究所による、研究報告が提出された。本法の I 型発射器は、方針、二脚、連結化、床板及び小準部からなり、外見は、 大型迫撃砲に類似する。方針は、発射時の後方粉流を逃がすために前後が解放されており、中央で前後に分割することが可能である。方針は、戦場が刻まれていない、格好方針である。方針後方には、蝶子外で開閉する、装填用の蓋が付随する。発火方式は、摩擦門関係因式であり、方針後端に引き手をかけるか、射託かを有する。 足は開脚式で、工程照準器及び水平規制用具を有する。工程社会は45度から65度、水平社会は、角四45度で、左右150ミルである。連結化は二脚と方針を接続し、方向照準器及びメガネ宅化を有する。試験では、発射機の組み立て所要時間は、約1分40秒であった。なお実戦で、主に使用されたタイプは、 これとは異なり、三脚構造で木製。このうちの一脚が二枚の板で、粉身弾を挟む、形の発射レール、破損するまで十数発が、発射可能な簡易なものであった。粉身弾は支給されるが、発射台は交付された図面をもとに、板材で現地で自作すべしと通達されていた。また、同時期に開発された四式四十センチメートル粉身砲の、発射化も、 同じく木製発射台を用いるようになっており、現地部隊が独自に三元装にしたものもあった。また、船、採用の通型発射機は、元等に装備し、噴心炎を防ぐために望遠筆刺し、棒竹、おずつを有する。望遠筆刺しは方向に装着されるラッパの口を逆さにしたような多いであり、方向より飛び出た砲弾の後方噴流を周囲に、そらす機能を有する。 棒立ては、後方噴流から手を防御し、小巡航を有する。お筒は、方針後方に装着される、上方向に湾曲した筒状の装置であり、砲尾から噴出する、噴射炎を砲の後部上方向に逃がす機能を有する。昭和19年、1944年1月に、イラゴ試験場で実施された試験では、ウサギを使って、各射角での射撃を実施した結果、 これらの装置によって砲手は、発射時の分身炎から相当防御されるものとされた。なお防炎微射し、オズツを装着しなかった場合では、ウサギの毛破国小げとなれりと書かれている。この試験では、防炎微射しとオズツによる防炎は十分である。ために棒立ては、より敬意なもので十分なこと。湾曲したオズツには、発射時のガスによる強い負荷がかかるために、砲画の強度を増す必要があこと、 おずつ装着時の弾道性にはさらに研究を要すること、発火方式には電気門管の使用が適当であることが挙げられた。本砲弾は、粉心薬の燃焼ガス噴出の反動を用いて飛翔するロケット弾であり、一般の砲弾とはその原理が異なる。砲弾は弾頭と弾尾からなり、両者はネジ式に結合する。砲弾には、 飛翔に際しての安定翼のようなものはなく、代わりに玉底にある6個の噴射口個々に角度をつけて、ライフル弾のように回転することによって、飛行を安定させる、先導安定という方式を採用している。新艦には100式二同新刊、作講使用し、切り替え装置によって、瞬発と単演技を選択できる。薬量は1 8 5ムで、新艦は弾頭に装着する。門は、 約4 0ムで、安全のため段尾の門間口への装着は、砲弾の装填後に行われる。作薬量は1 6 5ラムで、瞬発進管を用いた場合の効力半径は3 1ル、単円気進管を用いた場合砂地において深さ1 5ル、直径6ルのロート状の着弾口を生ずる。 創薬量は1号 9.6kg、2号 8.9kg、3号 8.2kg の3種類であり、1号創薬の状態で支給されるために2号もしくは3号創薬を用いるには、砲弾から火薬抜けを用いて、粉身薬を取り出す必要がある。1号創薬使用時で燃焼時間は約2秒、飛翔速度は発射機前方175メートルで、 約175メートル毎秒となる。射程は、最大で1号装薬を使用し、射角45度で2500メートル、最短は3号装薬を使用し、射角65度で1400メートルである。発射の際は、噴射炎による危害を避けるために発射器から5メートル以上、遠ざかること、特に後方は、土砂等が飛散するために注意することとされた。本は、 発射機の簡便な特性から奇襲的に使用し、人馬の殺傷と敵を精神的に侵犯させることを目的としていた。また多数の集中発射によりある程度の野戦陣地の破壊を見込めるとされてた。本法は戦争末期の激戦地である伊黄島、沖縄に投入された。特に伊黄島では本法を含め分身法70門が投入され、慢性的な火砲不足に悩む。 帝国陸軍にとって大いに助けとなり、また同様に簡易活大威力で既に前々から正式配備されていた98式球砲とともにアメリカ軍に大きな損害を与え、威風の対象とされた。ただし、弾数が50発、門しか用意されていなかったため、あっという間に打ち尽くされてしまった。また、ロケットの噴射炎と煙によって敵に位置を知られるため、 打ち尽くす前に制圧射撃を受けて破壊される恐れも大きかった。同時期により大型の4式 40cm 噴身砲も開発され、噴身弾500発が生産されているが、離島などへの輸送の便の関係上小型 20cm 型のみが南方で実戦使用された。海軍でも 20cm 分身砲を参考に、 従順用寛用手法弾の在庫を流用した3種類の 20cm ロケット砲。実際の口径は 210mm を製作し、最後の方は交換性発射器を乗せた簡易な砲が2車輪付きの形状あった。この砲は洋島で米軍に旅客されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。